はいどうも、今回はですねホンダの WRV ですね。ここにはあの WRV となってますけど、まあ僕は WRV ということで読んでいきたいと思います。こちらがですね一応 SUV ですね。3月の22日、24年の発売予定となっております。まあ、工場出荷予定がですね WRV ありますかね、5ヶ月待ちですね。まあついでに他の見ます。だいたい 1,2 ヶ月ですね。 ZRV ですね、これは9ヶ月 EHEV は NBOX が早いですね。乗用車がちょっと遅いですね。やっぱね新型ということでやはりまあ納期は一番長いかな。 ZRV のこの辺はねちょっと異常ですけど9ヶ月待ちっていうの、これ WR ですね。これねこの魅力、これ価格が200万から250万なんですよ。同じ SUV でもベゼルとかあの辺は300万超えてくるんですよね。そこでこれ200万ですよ。まあこれ生産に合わせたのかなっていうのはあるんですけど、タイプがですね Z プラス ZX ありますね。まあ Z プラスが一番高いモデルになります。それでも250万ですよね。エンジンは全部一緒です。燃費の方がまあ大体ですよ16ぐらい。まあ実際乗ったらまあ大体の人が13とかなんじゃないですか。まあ人によりますよねこれね。でこれ何が違うのっていうことなんですけど、まあ Z プラスと X を比較するとですね、カラーは一緒です。外観は実はちょっと違うんですけど、ボディ形状一緒なんでね、これちょっと1個前のベゼルのテールっぽいですけど、内装パッと見ねそんな違いはわからないです。ここね比較できるんですけど、ホンダセンシングついてますと、この辺一緒なんですよ。ヘッドライトも LED と、まあ、40万50万ぐらい違うんですよね。 Z プラスと X がエアコンもオート当然ですけどね。コンビシートっていうのがついてるんですけど、これまあシートのちょっと形状が違いますよと。ファブリックこれはまあ別にって感じですね。で本革巻きのステアリングホイール、これ革巻きかそうでないか、セレクトレバーが革巻きかそうでないかね、ソフトパッド、まあ、横のドアのところですよね。リアのアームレストがついてるか否かとですね。でパーセルカバー、これねこう閉めると、まあこれ結局上げると上上がっちゃうんですよね。これなので、刺して僕は便利度がよくわからないですよね。上がらないようにこうワイヤー取ってしまえばいいんですけど、まあ、そこまでのもんでもないんですけど、まあ欲しけりゃオプションで買えばいいかなという感じです。でホグランプがついてないんですよね。まあ、でもホグランプってあればいい程度ですよね。僕はもうある方がいいんですけど、あのヘッドライトを消した状態で、まあ、スモールって LED ってね結構暗いじゃないですか。その代わりホグランプつけとけば、まあ、ヘッドライトなしでも見えるかなと。まあ、今時はねあの発光で黄色で、まあ、車種言いたくないですけど、まあ、ベルファイアとかアルファードに多いんですけど、もう発光の黄色でねもうベカーってホグランプつけて走ってる人いるんですよ。黄色で迷惑マジで。必要のない時にはもう黄色はもうほんと眩しいです。はい、あれ社外品やと思うんですけど、まあ、うちのアパートにも、1台いますけどね。まあ眩しいですね。ああいうのは良くないですね、はっきり言ってね。あの自分の欲望を満たしてるだけなんで。で、電動リモコン、カラードドアミラーってやつですね。これがあの当然電動ミラーなんですけど、 Z プラスの方はオートリトラミラーですね。エンジンオフで閉じたりとか、ロックで閉じたりとかってやつですね。あれがついています。まあ、Z プラス専用のエクステリアの外観です。まあ、これは別にって感じですね。アルミが入ってるかホイールキャップかってやつですね。これが X、Z プラスですね。まあ、正味そんな言ってしまえば変わらない。なのでこの車に関しては、まあ、X 全然ありかなという感じですね。はい、これカラーねグレーメタリックかっこいい。まあ、実物見るとまだ変わるかもしれないですけどね。でスタイリング、まあ、見た目こんな感じですよと。まあよくある SUV の感じですね。トヨタとかでもこういう感じが多いですよね。最近グリル大きいの流行ってるんですかね。で、まあ、ちょっとテールはねちょっと古いかなという感じはします。はい、今時っぽくないですよね。でインテリアもまあ、まあ今時のホンダの感じかなとって感じですね。インテリアねこういう感じ。ここ何なんで謎です。メーターがデジタルですね。こちらはハイブリッドじゃないけどデジタル。はい、というわけで性能安定ですね。走行性能、これシートがテレスコでチルトステアリングですね。前後ハンドルが動く、上下も動くというやつですね。これは大変ありがたいです。本当ありがたいですね。これハイアジェスター高さ調節ですね。高さ調節がないと身長低い人、これはっきり言ってこの視界が確保できないですよね。結構上向いちゃうってことですね。
ね。女性とか身長低い方、よくあのシートに埋まってる方がいますけど、あれは四角むっちゃ多いと思いますよ。なのでぜひね、シートを上げて調整して乗ってほしいと思いますね。この辺はエンジンのお話なんでね、まあ、パドルシフトも使わないですよね、はっきり言って。峠とかでね、回転数落としてとかっていうことをもう今する人はいないです。あれって結局のところミッション乗ってた人はやるんですよ、意味が分かってるから。でもオートマでずっと乗ってる人って、まあ、言ったら悪いですけど多分分かってないんですよね。なのでこれついてても多分使えないです。はい、まあ、使う人は使うんでしょうけど、この辺をねちゃんと制御できるような感じになってればいいんですけども、ホンダセンシングがついてますよと。急アクセル抑制制御っていうのがついてます。これ多分 N 版にはついてないんじゃなかったかな、確か。あとは普通ですね。 VSA っていうのもついてないですね、多分ね。これはついてますけど、これハザードランプの点滅って結構大事なんですけど、意味分かってない人はいますね。はい、あの渋滞の最後尾とかでつけたりするんですよ。でも意味分かってない人は分かってないです。ヒルスタートアシスト、坂道発進、これでもまあこれ多分自動ブレーキ電動サイドブレーキだと思うんですけど、まあついてればね坂道発進は楽勝でできます。ただうちの NBOX はちょっとおかしくなってます、その辺が。また動画で出したいと思います。燃費ですね、燃費は 16.4 ということです。普通の乗用車程度ですね、今時は。コンパクトカー並みに近いかもしれないですね。これ今もこのステッカーなくなりましたよね、このダッサいステッカーね。まあ最初から外しといてくれと僕は言っていつも外してもらってましたが、室内空間ですね、まあここ見たいですよね、ちゃんとね。まあ、ホンダクネコネクトは別にいいです、別にいい。これねまあまあね、やっぱ高いんですよ、高さがあって。室内の後席もまあ広い、これ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 、収納収納。まあ静粛性っていうのはもう防音材遮音材が使ってあるということで、もうねもう乗用車のいいところですよね、収納。こういう風になっちゃいますよね、今時は。やっぱりアウトドアブームが去ってはないんで定着してしまいましたので、なのでこのようにですねシートアレンジができますよと。結構広いですよね、まあタイヤハウスっていうかここのボックスの部分がね、まあ、邪魔しますけど、170センチのサーフボードも入りますよと。ただこれフルフラットではないんですよね、結構容量ありますね。アウトドア4名分、これ意味がわからない、何をもって4名分なのか意味がわからないですけども、深いんで結構余裕ありますね。これ荷室の長さ、んこんな長い、2100ですね。あれこんな長いんですか、あれ前雑誌で見た時1800ぐらいやったと思うんですけど、まあ、2100なんですかね。そういったらもう足伸ばして寝れますよね。まあ、なのでここの段差を埋める努力、まあ、片側だけでいいんですけど、ここだけ、まあ、こっち側だけでもいいですよね。で埋める努力をすれば余裕で車中泊できますよね、気持ちよく寝れると。寝るのまあ調理とかってなると高さがちょっと、まあ開口はこれ800ですけど、ちょっとだけ低いかな。うん、でも全然車中泊できますよ、これはいいかもしれない。これ用のベッドキット、まあまだ出てないですけど、まあ自分でこれぐらいで作ればねいいと思うんで、これいいですよね。だからここに足なしで乗せて、ちょっと多分シートの感じで柔らかくなっちゃうと思うんですけど、でこっちに高さ出してあってこうまっすぐしてやればいいですよね。ここで受けてもいいんじゃないですか、ここで。無理かな、高さがこうどれぐらい高さの違いがあるかわからないですけど、あり、うん、収納がまあこう普通ですよね。センターポケット、グローブボックス、ドリンクホルダー、まあこう普通です。ドアプルポケット、うん、いや普通あるでしょ、俺もありますね、これ普通です。はい、コンビニフックも意外と使わない、グローブボックス、うん、普通ですね。まあ便利機能、まあ UV カットガラスね、リアベンチレーション、これいいですね。あの後部座席用のエアコンの吹き出し口、リアシートリマインド、これもね一応ついてるんですけど、あの NBOX とかも特に慣れてしまうとピコーンって言ってもあはいはいって思ってね見ないんですよね。はい、で USB ジャックがついてますよと。運転席をついてるの嬉しいですよね、という感じですね。なので至って普通の車です。ただ荷室は広いんでいろんなことに使えると思います。なのであの家族がいらっしゃる方とかね、価格がやっぱり200万円台で買えてしまうということで、そういう意味では非常にコスパが高いんじゃないかなと。だからベゼルとか行くんであれば WRV でもいいんじゃないかなという気はしますね。そこでだからハイブリッドとかっていう違いがあるんですけど、まあハイブリッドまあいらないんだっていう方はこのガソリンオンリーのこの車を検討するということもあるんじゃないですかね。もしくは軽自動車、家族がまあ3人、子供さん入れて3人とか4人で軽自動車にしようかなって考えておられる方も、軽買う、カスタムとか買うんであればこれ買えちゃいますよね、200万なんで。ただ維持費は当然違いますからね、そこだけクリアするんであればコスパは高い車じゃないかなと思いますね。まあ売れるんじゃないかなという予想はしますけど、この先ねどんどんハイブリッド化していくと思うんですけど、間でこの車を入れていくとかっていうのもあるかもしれない。
うん、なのでまあデザイン的には今風なんでデザインもありやし、あのそつなく作られているんじゃないかなと、まあ、悪く言えば特徴がないんですけど、うん、でもそれが良さなのかもしれないです。かといって、まあ、四駆の設定も多分ないですよねこれね、おそらくですよ、うん、ちょっと見ましょうか。四駆の設定もないんですよね。ただだからまあこういう SUV の形をした、200万円台で買える車ということですね。今時の装備全部揃ってるんで、うん、コスパいいと思いますけどね。なのでこういうのもありなんかじゃないかなということで、また今回カタログショッピングということで見てみました。実際ね、やはり車は実際見てみないとわからない。私がですね、前ちょっと酷評ではないですけど、現行の NBOX をあまり見た目がね良くないという話をしたんですけど、グリルがあまり好きじゃないと。これ実際見に行くとフロントグリルカラーによってはすごく可愛い感じでした。どの色が悪かったとか言いませんけど、色によっては全然良かったですというのもあるので、まあ、やっぱ実際ね見て乗るっていうことが大事だと思いますね。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ではまた。